会見始まりましたけれどもテレビの皆さん冒頭からご覧になっていないので少し詳しくこれまでの発言をまとめますまずこれ会場に入ってこれた時の会見をされた3人ですまずこのご紹介からしたいと思いますが真ん中にいらっしゃるのが宝塚会議団の理事長ですでそしてこちらにいる方が、まあ、現場の事務統括のような方そして一番右側のこの方はですね 阪急電鉄つまり親会社の取締役ですでこの真ん中の理事長の方、小葉さんというのは、ですね執行役員、ちょっと会社の仕組みにお詳しくない方のためにご説明しますと、親会社に戻れば、こちらが上です。 えー、つまり親会社の電鉄の取締役の方が同席をしているという辺りにです、ねまあ、今回、まあ、グループとして、えー、事案をです、ね、大変重く受け止めているということはまずこの顔ぶれから分からりますで、えー、この会見ですが今あ、お説明しましたように弁護士さんに頼んで、えー、調べてもらった弁護士さん9人だそうですが。が、はい ご遺族側の会見は現在も続いています、はい、あの東京で、えー、ご会見されているこの弁護士さん、えー、ちょっと確信の部分について、も私はまとめます、つまり、えー、今日おこのご遺族側の代理人がおっしゃっていることですが、えー、過激弾側が発表したこの内容については、えー、嫉妬、つまり間違いであるということも断言しました、そしてその中身についても、ですね今後のご遺族側の対応についても、今日の調査結果を前提にはしない。 それからこのあと、その劇団側の説明を詳しくご説明をしますがパワーハラスメントについては劇団側は確認をできていないと言っています、でそれについてご遺族側の代理人弁護士はこう言いました書かれていないパワハラ対策ということはパワーハラスメントについては当然のことながら確認をされていないわけであるから今後についても対策をしないまあ一言で言えば真っ向から否定する会見を東京でなさっているということです。 さて、えー、冒頭のところへ戻りますえっ、ー、と記者会見の冒頭のところへ戻りますでこのお三人の方以外にえー、私冒頭申し上げましたが阪急電鉄親会社の側がこれはもう大変な問題であるということを感じているということをご説明をしましたが映ってないこっち側に司会をしている方がいますその方は阪急電鉄本社の広報部長ですですから過激団の側がもう広報対応も親会社にも任せるんだと いうことが今回の会見からも見て取れますえー、そして、えー、まずその問題になりましたパワハラについてのところですえー、私どもでまとめたのをこちらに出します事情を聞いたのははいここに手元にありますがこれテレビご覧の皆さんどう思われるでしょうか事実をまま言います事情を聞いたのは空組所属の劇団員が62人元劇団員が1人劇団役職員理事長を含んで7人親会社阪急電鉄の役職員が4人そして ご遺族および代理人、短い方で35分、長い方で複数回を合わせて6時間9分の事情聴取をしたということであります。ただ、私はこの出てきたお名前を見れば、すべて行われた行為は密室の中であって、お話を聞いた方は当然のことですが、密室の関係者であるということになります。そして、えー、話を聞いた空組のプロデューサーであり、あるいは空組の生徒さんたち。 職員の方たちということに関しては皆さん断言はできないとあるいは確信がないあるいは証拠がないという言い方でありますで文書に活字の形で強調されているのはいじめを行ったと言われる上級生は「大丈夫よ」「疲れてるだろうから休んで」というふうに亡くなられた方を気遣う言葉をかけていると。なのででいじめ目的で 言われてるようなヘアアイロンを当てるようなことがあったとは言い難いと、これは弁護士さんの見解ということになります。で、隠蔽行為についても、隠蔽という言葉はあは、会見の中では出てきておりません。で、一つ私、大変気になったのは、その実際のいじめではないかと、週刊誌で報道された中身が出ました。そその後そののの後空組の皆さんでつまり現場の 所属ししておられる方だけで話し合いといとう場を持った。で、これは今回の歌劇団の姿勢を示していると思うんですが自分たちは事務方だとおっしゃいました背広を着て今日会見された方は事務方はだそうですなので、えー、その問題が起きたことの解決については話し合いという形でお亡くなりになった女性とそして上級生たちも一緒になってそしてその場ではお亡くなりになった女性は 目の前上級生がいらっしゃることもあるんでしょうか話したくないといいそしてその,その場にいらっしゃった劇団員の方の証言では上級生たちの発言がずっと続いたということですこれは皆さんどうお取りになるでしょう、はい、あのここの文章にも書いてありますけれどもあの今はちょっとパワハラそれから隠蔽のところだけに絞ってテレビ番組さん説明をしていますが客観的証拠がないという表現が出てきます、えー、事実判断は難しいと、うん、それはそうでしょう捜査機関じゃないんだから。 えー、そういうことが、まあ、弁護士さん9人の報告書に書いてあるということとであります、うん、ところが一つ、えー、そのな言ってる中でうんと首をかしげることがこちらです週刊誌が、えー、この内容を今年の2月ですとか書いたという時にそういう周りの人のヒアリングを歌劇団の側がやって事実無根でですすというう回答をされたんだそうです、うん、おかしいのはその後でその後さらに内部調査を続けましたというんですよ。よ事実無根で なんんででその後内部調査をするんでするかね今までお伝えしてきたのがパワハラとそれがあったかなかったかそれから隠蔽があったかなかったかということに対しての劇団側の調査結果ですそして明確に認めたことがありますそれがこの彼女が死を選んだ理由の一つと考えられるのが長時間労働である、うん、これはご遺族の代理人も先週から主張しておられました。ここに関してはああのまあ 正直申し上げて物証があるんですね、えー、これ、あの先週、店でもご紹介をしました、これ、あの、えー、ご遺族の代理の弁護士さんたちが、まあ細かいところ、ちょっと見えませんけれども、要は、あのお亡くなりになった方のお勤務してた時間の記録です、こういったことをご遺族の方が持っておられるということがありますので、そこについては、まあある意味、争わないといいましょうか、えー、これは認めた。そして厚生労働省今日あの 被害者の方の弁護団の方々、東京の厚労省のところから会見をされていると伺ってますが、厚生労働省はちゃんとあの過労死だとか、あるいはそのパワハラで亡くなられた方の一つのガイドラインを持っていて、そこに強い心理的負荷、心にかかる重荷ですね、いうことをガイドラインにあって、これはちょっと抵触していたということは、今日過激弾側は認めております。そそしてこれれ裁判にになった時に最もももも私どどの企業もそうですけれども 会社として責任を問われるのが会社で働いている方今回の場合は劇団の方ですけども安全を配慮する義務があるんだとこれが一番裁判で勝つ負けるになるんですがこれは認めました総じてよく我々でも行間を読むと言葉に人がすることができない。 あるいいいははっききり言ううここことができないというとでなろを推察してこれはあの刑事事件捜査の捜査官もそうですけれどもそういうところについてはまあ弁護士さんによる調査の限界かもしれませんけれども言った通りを受け取るという中身でありましたそしてえまあ最もテレビ課の皆さんも本当眉を潜めたと思われますけれどもご遺族の側が明らかにした上級生の暴言ですそれについてもこれ全部伝聞であって証拠がないというふうに言いました。一方でその上級生がまあ言葉 そのまま言ったかどうかは別として、密な指導をしたということはですね、劇団家としては認めました。公演の安全のためには必要なことなんだというふうに認めました。つまり上級生のそういった行動はまあ認められるということ。さらにその行動が不適切かどうかというのは、私は私の通念とは少し違うんですが、過劇団の説明は、 歌劇団がお持ちの社会通念についいいて不当でではないとといううことだそうです私の意見は言いませんテレビ側の皆さんがどうお考えになるかそして、えー、歌劇団の側としてはお亡くなりになったことは大変申し訳ないということは何度もおっしゃいましたし頭も14秒下げましたそしてご本人の、まあ、申し出があればというような言い方が何回かあったんですけれどもそういうことならばサポートができたかもしれないけどそれはできなかったということもお認めになりました。最後に、えー もう一度冒頭のところに移してください。責任をどう取るかということです。で、真ん中の理事長の方、親会社、阪急電鉄の執行役員の方ですが、この方は職を辞すということですので、後のことはこの方はもうやらないということになります。えそしてえ、こちらの現場の担当の部長さん、どうされるか分かりませんけれども、長時間労働とスケジュールの見直しについては、長々とたくさん資料を出されましたので、それは手をつけていかれるんだろうということになります。えそして 私印象的なのはお辞めになるこの理事長が最後におっしゃったのはこの会議団109年の歴史阪急電鉄を創始されました小林一三さん大変な経済人ですその小林一三さんの精神を思いそしてもう一度いろんなことを立て直していくとおっしゃいましたしかしその前にやはり命をかけて訴えた娘さんの思い そしてその娘さんを、ずっと見守ったご家族に対して、どう答えるんだという答えが、今日の説明であったように、私は受け取れなかったこちら、心の健康相談もありますけれども、ご遺族の気持ちを考えて、今後どう対応していくのかも含めて、私たちも注視していかなければならないと感じまますごご覧いいいたただきありがとうございまししチャンネル登録もぜひお願いします。 月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。